ムシャンでございます。私、ムシサーバーというディスコードサーバーを作っているんですけども、そこに参加されているホストペンさんという方がですね、なんとですね、僕の絵を描いてくださったんですよ。それがこちら。はい、かわいいということでね、こんな素晴らしい絵を描いてくださったわけなんですが、ムシちゃん、とんでもない進化をしてしまいました。こちら、虫かご、虫サーバー、虫サーバーの、雑談、チャンネルなんですけども、この上の方に行きますと、はい、これ、なんとなく書いてみたよってことで、ポストセペンさんがこういう風にね、送ってくださってるの僕の絵を。日にちこれ、はい、3月18日の水曜日、現在、3月28日。なんと虫ちゃん、2週間近く、気づいておりませんでした。大変申し訳ございませんでした。いや、言い訳させてほしいんですよ、これは。見ていただいたらわかると思うんですけど、このドットクリップっていうこの拡張子、Windows の標準搭載のソフトとか、僕が持ってる Android 携帯とかの初期のソフトでは、開けない、見れないファイル形式だったんですよ。だから、この、ファイル名も、ディスコード仕様で文字化けしちゃってるし、なんかあるけど、開けねえなっつって、無視していたんですね。で、つい最近になって、これ何なんだろうなと思って、クリップファイルを、このドットクリップっていうファイルを開けるソフトを入れて、見てみたら、はい、ポン。この絵だった。ね。皆さん、もしかして、このドットクリップっていうファイル形式で送ってきた、ポストペンさんの責任なので、ポストペンさん、僕の絵を描いていただいたのにもかかわらず、無視、挙句の果てに開き直ってしまい、大変申し訳ございませんでした。ということで、こんなムシちゃんでもよければ、可愛い絵をね、送っていただければね、動画で使うと思いますんで。ということで、次回、害虫、ポストペンに殺される、デュエルサンファ、ムシちゃん、まさか、全く反省してない。プリプリ地獄だ。